テスト。こちら使用中放送部です。これでちゃんと聞こえてるのかな。今日の担当は2年1組の影山茂雄です。僕いつもは肉体改造部に所属してるんですけど、なぜか放送部もやらなくちゃいけなくなって、まだ勝手がわからないんですが、とにかくよろしくお願いします。そして今回のゲストはこの方、師匠です。どうも、21世紀の新星、霊能力者の霊源新鷹です。って、おいおい、なんだよ急に呼び出して。使用中放送部、お前柄じゃねえだろ。ちゃんとやっていけんのか。いや、わからないんですけど、アニメ制作の人が使用中放送部を作ったからちゃんと2期の宣伝をしてって言ってきて。アニメ制作、何のことだ。いえ、何でもありません。ところで師匠、なんで女装してるんですか。あ、これはお前が急に呼び出すから、学校に侵入するために仕方なくやってるんだぞ。おかげで警備員に不審者扱いされたじゃないか。なんでわざわざ女装したんですか。ここ女子校じゃありませんよ。真正面から言っても止められるかと思ってな。メイクしている方がバレないかと思ったが、また失敗だったか。なんだかすみません。いや別にいいんだけどよ。ところでこの放送は何をやるんだ。そうですね、何をすればいいんでしょうか。はいはい、そんなんで大丈夫かよ。とりあえず特技とか披露してみたらどうだ。特技、僕の特技。お前スプーン曲げられるだろ。ほれやってみる。あれは特技っていうか、まあそれで盛り上がれるなら行きますよ。おお、相変わらずぐんにゃぐにゃに曲げるな。師匠、これみんなには見えてないんですけど大丈夫ですか。2期の宣伝ってこれで合ってるんですか。俺に聞くなよ。ラジオって言ったら音楽だろ。とりあえず名曲でもかけておけばいいんじゃないか。はい、あれここを押せばいいんだっけ。あ、曲名なんだっけ。あ、曲始まって。If everyone is not special, maybe you can be what you want to be. それぞれの答え見つかる。モブサイコ100、使用中放送部。皆さんこんにちは、伊藤節夫です。この番組は毎回ゲストをお迎えしながらアニメモブサイコ100の魅力をお伝えしていく番組です。というわけで始まってしまいました。使用中放送部、僕なんとラジオパーソナリティをするのが人生初めてで、今非常にド緊張しているんですけれども、これから頑張って徐々に慣れていき、アニメモブサイコの魅力をどんどん伝えていければいいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらの、番組はですね、アニメモブサイコ100の、初回番組になるんですけれども、モブサイコ100は2016年7月から9月まで放送された、番組です。で、そちらがですね、2019年の1月から第2期の放送が決定しております。2期が始まるまでにですね、こちらの1期の内容を振り返ったり、皆さんとモブサイコ100の新たな魅力を発見できたらと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、今回ですね、今回というか毎回なんですけれども、番組ではゲストを、お迎えしまして、そのゲストの皆さんと、楽しく、まあモブサイコについていろいろ語っていきたいと思います。今回もゲストさんが来ていただいているので、早速お呼びしましょう。霊源新鷹役の桜井孝宏さんです。こんにちは、霊源新鷹役、桜井孝宏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうド緊張で。いやいいよ、なんか初めてを見るっていうのはいいね。本当ですか。はい、でも本当に俺が忘れちまったやつで。いや、そんなことない。このもうモブサイコというこう番組というか作品に
僕は初めてをいっぱいこう持っていかれてるので。そうだね、初主役。そうです。アニメはいろいろやったことはあったんだっけ、モブサイクあり始めた。でも30分アニメはないです。初めてぐらいだった、はい、レギュラーもないです。へえ。じゃあ、ね、なんだろう、プロのカメラマンに撮影されてグラビア乗るみたいなのも。もうないです。ラジオも。もうないです。すごいね。はい、読んでもらえてよかったよ。あ、本当ですか、うん、いや多分もう今後ともこうお世話になると思いますので。いやいや、でもいいですか。はい、ハキオさんとかも来るかもしれない。ああ、ハキオさんと来るかもしれない。ラジオ、うん、トシコさんとかも来るかもしれない。ああ、それはちょっと岩崎さんが来るかも。それはそれはそれはちょっと僕が笑い転げてしまうんですけど。アニメ見てる方はね、はい、今笑うポイントなんですまあね、そういう人たちとこういうところでおしゃべりできるとね、はい、またそうなんです ね作品の深い話とかできたりとかね。はい、もうどんな話をしていいのか今からわからないですけども。なんかさ、ラジオって普段とか昔聞いてたとか。あ、もう聞いてました。いっぱい。じゃあさ、多分こうやりたいみたいなあんじゃない、はい、あ、そうですね、うん、なんか好きだった番組パーソナリティさんみたいな感じで、はい、まあ、なんか真似でもいいんじゃない、初めは。あ、うん、なんかこう最近のイメージとして、うん、ラジオ番組なのにカメラが入ってるみたいな。あ、でこうわーって、これ伝わらないですけど、わーってやってるじゃないですか、うん、やってるじゃないですか。大丈夫ですか。いいですね、はい、そういうの。新しいが詰まってるそういうのとかちょっと憧れちゃいますよね。え、何、要するになんで動画ねえんだろう。いや違います、そういう意味じゃないです。そういう意味ではないんですけども、はい、いやなんか最近そういう、こう結構多い、ね、番組が多いんで、ネットコンテンツとかね、はい、うん、なんでこう逆に音声だけだと間をどう使っていいのか。あ、はい、一瞬もう、もうオープニングから頭からこんがらがって何喋っていいのか分かんなくなって、ね、こういうのお仕事してる人って沈黙は罪みたいな人が多いから。いや、そうですよね。いや、そんないいよ、自分のペースでやっていけばいいんじゃないかな。さすが師匠。いや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 、そう、みんな違くてみんないいなるほど。じゃあ僕は僕なりの、もうそれでいいと思うよ、集中放送を、うん、作っていければいいんですかね、うん、これですすげえ饒舌でさ、普段と違うとかになっちゃうと、なんか、はい、あいつスタジオではかまととぶってんだけど、ね、それはそれでね、はい、もう普段通りの僕です。あ、もうそれが一番だと思う、はいはい、なんで、頑張ります。頑張ります。応援してます、はい、はい、冒頭ですけども、はい、突然ですけどこうドラマからスタートしました。なんていうんですか ね、はい、こうモブくんがそのままラジオやってる感じがね、はい、なんかそのあのアニメ漫画の世界観と、はい、このリアルの世界との間ぐらいにある。そうですねでその最後にモブくんがアタフタしたまま僕もオープニングでアタフタするっていう、なんかリンクしてしまいました、うん、すごくよく考えられているシナリオです。僕の心情を読んで作ってくださった台本だった。うん、せっちゃんとモブが五分五分ぐらいなんで、ね、だいたい間違ってないです、うん、はい、まあ、このスタイルでいくんじゃない。あ、これからも、ね、オープニングかどうか分かんないけど土地で入るかもしれないし、でもなんかオープニングドラマあってでこうおしゃべり入ってってみたいな、はい、でも今後もしかしたら声優キャスト以外の方が来た場合は。ああ、その可能性もありうるね。ドラマが一人じゃない。え一人しゃべりとかじゃない。監督とか、監督とかに演じてもらって。立川さんに。稼いでるからな、 あの人ダメなんですかね、ドラマ NG ですか。なかなかな、うん、もっとこういうドラマしようぜみたいなこと言い出しちゃうかもしれない。あ、逆にそこから生まれてくる、うん、楽しみですね、うん、でも確かに、うん、あの作り手のねスタッフさんとかね、あの呼ぶと、はい、また我々とは違う話が聞けるかもしれない、ね、そうですね。特にこうモブサイコは映像なんかもすごく注目されている作品だと思いますので、素晴らしいですか、はい、そういうところも今後聞いていける、まあ、ラジオになればいいなと思います、はい、はい、ではそろそろ始めていきましょうか、はい、モブサイコ100使用中放送部スタート。モブサイコ100使用中放送部。改めまして伊藤節夫です。改めまして桜井孝です。はい、今回ですけども、はい、ゲストで桜井さんが来ていただいたということで、はい、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけども。何でしょう。霊源が主人公の霊源というスピンオフ漫画が始まったんですけども、うん、そちら知っていましたか。うん、これはもう昨日知りましたよ。 あなたが言ってたんです。はい、僕が言いましたそうです、ちょうど、3話が
配信された時で、うん、そのトメちゃんがエクボに乗っ取られたんですよって話をしてましたよね。ちょうどそんな話になってんだね。はい、まあでも、まあ、世界観的にはモブサイコ100と、まあ、スピンオフ、そうですね、まあ、霊言をフィーチャーしたところなんだよね、はい、モブが中心ではなく霊言がこう日常を送っていくっていう作品ですけど、あら、ワンチャンある、ワンチャン、あ、ワンチャン劇場版、劇場版劇場版ですか、霊言あなたか。今のところちょっと劇場版ほどのこう壮大さはな ないか、完全な日常感なんですけど、めちゃくちゃ日常を劇場版でやるって新しさはあるかもしれない。ああ、見たいですね、逆にね、もう2時間、うん、なんでこれやったんって思わせたい思わせたい、それを超絶アニメーションで見せたい。あのあれですね、師匠の必殺技とかがすげえヌルヌル動くみたいな、とかもうそれよりも、はい、トイレの水を流すのとかをすごいリアルなアニメーションとかで、はい、回りカメラ回り込んでみたいな、なんか、うん、そんなのを見せたい。水の描写がすごく綺麗みたいな、うん、日本のアニメーションの技術はここまでいってますよと。なるほど、うん、そんなのをやってきた。そんな劇場版いいんじゃない、うってつけじゃないこの作品。そうですよ ね肩肘張らずにね、なんていうんですかね、こう真面目にふざけられる作品というか、で本当はすごいバトルとか見たい、はい、あ、ここもしかして盛り上がるんじゃね、このままモブとかが出てきて戦ってくるのかと思うんだけども、全然レーゲンがそれに気づかず通り過ぎて、うん、スンって思ったみたいな、みたいな、なんかそんな感じいいな。あ、それいいです ねじゃあぜひそれはもうお願いして、上のアニメ制作の人たちにそうそうそうお願いしていきたいところですね。よく我々が言う大人の人たちです、はい、なんかそういう夢がある作品ですよ、はい、あとレーゲンがこうなんていうんですか、フィーチャーされた作品といえば、うん、今年の3月に舞浜アンフィシアターで開催されたイベントで、うん、そのレーゲンが主役のアニメも上映されましたけども、ああ、ね、あれ、あ、今年だっけ、今年なんですよ。そうか、もうすごく昔に感じますけど、浦島太郎みたいな気分だよもう、はい、うん、あ、そうなんだね。そうなんです、あれは、まあ、ちょっと、総集編的な、そうですね、うん、それをちょっと師匠なりにこうアレンジした、そうだね、それを逆手に取って、ね、逆手に取って、うん、なんかこうすごくすごいテクニックで、なんて言うんだろうな、粗悪なパチモンを作るみたい な、そうですね、なんか霊言のペテンがすごいいっぱい詰まった、すごいアニメーションは動いてるのに顔だけ貼り付けてる感があるとか、ね、あれね、みんな結構大変なんだよ。いや、大変だと思いますよあれは、うん、あれペッて払えばいいんでしょって思ったでしょ、はい、いやいやそんなことはないのよ。ああいうところのセンスも面白いよね。はい、あれも立川さんがねやりたかったっておっしゃってましたよね、コメンタリーかなんかで話したんだっけ、はい、うん、面白かった。あの舞浜アンフィシアター、うん、まあ、僕立つのも初めてだったんですけど、あの時初めてだった、はい、すごいよね、あそこ、あ、なんか下からリフトアップしてくるんですよで僕冒頭上映される前に、うん、なんか一人語りみたいなのがちょっとあって、うん、もうなんか上がっていく時にこうライトがスワッって自分に当たる瞬間でちょっと笑っちゃうんですよね。すごいよくわかる、すごいんですけど、毎回 100% 笑ってる、めっちゃ笑っちゃうんですよ。なんかなんでこんなにこう壮大なんだろうみたいな今からやることそんな壮大じゃないけど壮大なんだろうって思いながらあそこに立ってました僕。だってあの後みたいな感じで、ね、始める、はい、ね、モブだったもんね、はい、語りだったもんね、あれ笑っちゃうよね、笑っちゃいます、なんかちょっと照れくさいんだよね、照れくさいですね。でもこうリフトが上がる、うん、なんていうんですか、機構というか機械たちが動く様が裏から見えるんですけど、うんうんうん、なんかロボットとか好きな僕はすごくそこでテンションが上がっちゃって、ああいうギミック好き、かっこいいです、もうめっちゃ楽しかったです見てて、あのポップアップとかバーンみたいな感じで、本当はジャンプしたいですよね、うん、ポンって飛んで、時々そういうのもあるから、あります、俺も2回ぐらい経験したことあるんだけど、本当ですか、うん、じゃあ次のイベントは飛ぶことをモブで、えダメですか、いや、やろう、やりますかじゃあこれもまた偉い人に、やろうカッコ借り、はい、やろうカッコ借り、うん、いやだってあの立川監督だってポップアップで出たいっておっしゃって本当に出たじゃないですか、あの人は何出たがりなのいや、まあ、あれ本当に最初の台本に書いてなかったですもんね、うん、ポップアップで出る、ね、なんか上下から出てくるみたいな感じだったはずなのに、もうんうん、あのね、あ、せっかくああいう仕組みになってんだから、はいはい、もっとあれ細かく出られるんだよ、あ、いろんな場所からですか、そう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 、リフトがいっぱいあるから、はい、下からこうアンダーテイカーのように、わかんないか、あのおわつで出てきたりとかできるんだけど、はい、そういうことももしかしたら今後作品的に夢叶うかもしれないです、はい、そんな夢を叶えてくれる、僕の初めてをいっぱい叶えてくれるモブサイコ役、素晴らしい、素晴らしいです、ね、素晴らしいですよ、はい、アニメ期待しててください皆さん、あ、もうぜひ期待してください、やばいね、そんなですねモブサイコ、まあ、今回あのラジオが始まるということで、実は皆さんから
たくさんメールをいただいてますので、本当ぜひ、はい、いっぱいご紹介していきたいと思います。ではまずはじめに、はい、ラジオネーム、うん、ななみさんからいただいてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、ゲストの桜井さん、こんにちは。こんにちは。モブサイコ1002期決定おめでとうございます。ありがとうございます。3月のイベントで発表された時、まさかあの流れで来るとは思ってなかったのでびっくりしましたが、うんうん、とっても嬉しかったです、うん、私は1期のアニメからモブサイコを知ったのですが、1話を見て何これやばい面白いやばいとなり、うん、気がついたら漫画をまとめ買いしてました。もう偉い。漫画の方は完結してしまい寂しいですが、来年からまたアニメが始まると思うと楽しみで仕方ないです、うんうんうん、モブサイコ100に出会えてよかったです。アニメそしてラジオも楽しみにしていますということです。ありがとうございます。そうですね、3月のイベント、そういえば作品の中でまさかの続編を、まあね、告知するという、思わないよね。思わないですよね。普通あれ収録してた時からびっくりしましたもんね。、うん、そうだね、ここでみたいな、あの総集編的なものの収録になりますって言われたから、はい、まあちょっとペペって喋るぐらいかなと思ったら、ね、まあ立派な台本が届いてね、すごかったです。熱い、分厚い台本で、しかも8割9割喋ってるのが師匠そうだばかりで、うん、割と新録で、はい、うん、まあ同時にその私もあの作品のまあリマインドみたいなこともできたのでよかったんですけど、はい、全てあのラストのそうですよ、なんか突然バーみたいなところに入ったと思ったら、なんか画面にですよね確か、うん、あらびっくりするよね、はい、出てくるっていう、うん、いやこれはでも来られてたお客さんは皆さんすごくびっくりして、それに嬉しかったと思うんですけど、うん、してやったりじゃない、はい、こちら側としては。でちょうどそこのそのわーってなってる瞬間から我々が出てくる、そうそうそう、リフトで、ね、ニヤニヤしながらね、そうわーとかが聞こえるんですよね。, 笑っちゃうよね。あれ笑っちゃいますけど、その嬉しかったですよね、やっぱ歓声が聞こえるっていうのは、まあまあうね、待ってたんだなみんなっていう、はい、うん、何か期待してたんだな。そうですよ ね、 分かったけどね、はい、うん、でもこの方はアニメからこう漫画にハマって、しかも漫画まで全部買っていただいて、いやもう素晴らしい、正しい判断です。正しい判断いただきました。い、はい、もう来年からまた2期が始まりますので、そうですね、ぜひ、はい、楽しみにしていただければと思いますね。よろしくお願いします。では続いてのお便りです。ラジオネームたこ焼き 1000% さんからいただきました。ありがとうございます、はいはい、せっちゃん、桜井さん、こんにちは。モブサイコ100のラジオが配信されるということで、うん、おめでとうございます。待ってました。ラジオが始まるという情報を今しがた受け取ったところで、うん、大変興奮しております。さてラジオが始まるということで大事なのは初回放送だぞモブ、ということでせっかくですから例とか相談所のお二人でこのラジオでの挨拶やラジオネームの言い方などを決めてみてはいかがでしょうか。なるほどね。これからのラジオ配信、アニメ2期などモブサイコ100の展開を楽しみにしておりますということですね。これはどうですか、欲しいですか。いや欲しくないですか。アニラジ的な、アニラジ的なあれですよ、なんだろう、挨拶、例えば挨拶だったら何、えどんなんがいい、えどんなのですか、考えたんだろ3つぐらい。いやでも、もうモブらしくって何も思い浮かばなくて、なんか、うん、あどうもみたいなになっちゃうじゃないですか。本当に、まあそれはそれでらしい、モブらしくなっちゃうと、もじりっていうか、なんかそのこんにちはになんかこう組み込みたいとか、モブサイアップみたいな。え、何、もう一遍言ってもらっていいですか。いや今のカットしてください。いや絶対にカットしてください。絶対カットしてください。いやください。そうですね。この方はでもあのラジオネームにこう例モブサイネームとかっていうのをつけてくださってるんですけど、この辺がまあやっぱこうベーシックというか、そうですよね、ベターだよね、はい、うん、モブサイコだからバンバンモブっていう言葉を入れ込むみたいな、はい、いやいや、え伊藤節夫的には、伊藤節夫的にはとっておきのありますよ、だったらもうそれでいい、全然それでいいよ、みんなついていくよ。たこ焼きネーム、たこ焼きネーム、えっていう顔されました。たこ焼きネームしようか。なんかたこ焼き出てきません？出てくるけど、すごい出てきません？出てくる出てくる、はい、でこの方もラジオネームたこ焼き、たこ焼き、ちょっとゼロ1個多いんですけど、すごいいただいちゃってるけどいい。確かにこの人から全部もらっちゃってます。まあでも作中にはね、だって一期のオープニングテーマもね、はい、あの霊言食って熱みたいなことやってるもんね、はい、それこそこう普通オタで募集するっていうのはどうですか、うん、挨拶とか募集しちゃうってこと、はい、第2回放送に募集してそれで決めてもらう、それする、いいよ全然いいと思うよ。もうなんか月1ですがいいですか。あ確かに、うん、月1か、まあすごい考える時間はあるけど、ね、そうですね。たっぷりあるけども、あもうその月1だからこそ、もう次からは染めたいっていうんであれば今決めちゃった方がいいし、はい、なるほど、うん、それともみんなで
僕が作り上げたいって言うんだったら募集してもいいと思うよ。募集しといて自分が決めたやつやるでもいいよ。あーなるほど、うん、ズコーってなる。そうですねお前が決めるんかいってでも今一個パッと思いついたのは、うん、使用中放送部員とか。あーそのリスナーさんね、はい、使用中放送部員さんね、はい、部員ネーム、部員ネームとか、はあはあ、どうですか、出席番号みたいなもん。あそうですそうです、うんうんうん、そんな感じ。えいいんじゃない、いいんじゃない、いいですか、いいですか、うん、それで募集しましょう、はいはいはい、それで募集して僕の今の部員ネームより全然良かったものがあったらすぐ採用します、うん、すぐ採用します、その場から採用しますそのメールから、はい、そこはそんなにあれなんだね、はい、こだわりがないない、ない、いやもうできれば僕の言葉は使わないでほしい、使わないでほしい自信がなさすぎて僕の言葉に自信がなさすぎて気配をなくしたい、はい、なくしたいです。モブ的な発想だね、はい、もう普通の中学生になりたいみたいな。なのでじゃあまあ仮は、使用中放送部員で部員ネーム、部員ネーム、はい、挨拶はさっきなんて言ったの、さっきなんて言ったの、一番初めにちょっとへへじゃねえよ、モブサイアップって言います、モブサイアップ、はい、皆さんモブサイアップ、こういうことですか、何も出てこなかったんです。じゃあ仮、はい、カッコ仮モブサイアップです、カッコ仮、カッコ仮、うん、これもすぐ採用するのでぜひ新しいこう挨拶募集してます皆さんチャンスありますよ、はい、すぐお願いします、よろしくお願いします、もう1ついきます。では使用中放送部員ネーム、長い長いな、これはミフさんであってるんですかね、はい、ミフさんありがとうございます、ありがとうございます、モブサイコ102期おめでとうございます、モブサイプモブサイとても楽しみです、はい、また大好きなキャラたちが動いているのを見れると思うとめちゃくちゃ嬉しくて楽しみすぎてはしゃいでしまいます、うんうん、ちなみに私の推しキャラはレーゲン新たかです、あら師匠大好き、かっこつけてるところが本当に可愛くて最高です、うん、ところで皆さんはモブサイコ100で好きなキャラクターは誰ですか、どこが好きなのかも教えていただけると嬉しいです、ね、ということですがいかがですか師匠、結構どれかな、迷いますよ ねすごく。一応僕はこうずっと公言してるのはてるくんなんですよ、てる、ね、好き好きです。うん、あ、その松岡がすごいいいんだよね。あ、もうそうですよね。なんか原作でももちろん好きでしたけど、うん、こうアニメーションになってもっと好きになったところは強いかもしれないです、ね。そうね。サシとかかな。あ、本当ですか。うん、好きなんだよね。あの肉塊がもうさ、バカすぎて。いやもう最高ですね。あ、ちょっと入りたいって思う。あんなに一つのことを信じられるって羨ましいなって思って、はい、筋肉があれば全てを解決できるみたいな、うん、あとやっぱ鍛えすぎるとみんなおじさんみたいになっちゃうんだなって中学生ですか、なんかね、もうね、あれ中学生のはずなんですよ、なんか結構こう大人びてるというか、うん、なんかあの絵が大人びてるじゃなくて、なんていうんですかね、こうなんかキャラクター自身がもう大人で落ち着いてますよね、すごく男臭くて、はい、うん、でやっぱりこうおよそ中学生には見えない、およそ中学生には見えない、うん、はい、やっぱ鍛えすぎるとああなっちゃう、鍛えすぎるとですね、うん、脳筋なんだよ、脳みそまで筋肉だから、うんうん、全身が骨まで筋肉みたいな、そうそうそう、うん、早熟なんだねまあそうですね、まあ、あとエクボかな、あ、うん、エクボはでもみんな好きですよ、ね、あれちょっとこうチャーミングな秋代さんってね、はい、うん、そうですよね、なかなか、ね、こう他作品というか今まで聞いてきて、うん、こう秋代さんがあんな演じ方をするとは思わなかった、本当素敵、それこそ最初エクボが出てきた時って教祖の姿で出てくるじゃないですか、うんうん、なんでやっぱ大人な感じでそう、ね、こう出てきて、しかもその後悪霊で大きくなって、でっかくなる、かっこいい声でやった後のあの風船というかふわふわって火の玉みたいな、ね、はい、うんうん、っていう演技のこう3段階があったんで、すごい、ね、かつナレーションもやってらっしゃるから、そうです ね、すごいなと思って、すごいと思いながらもこう愛くるしいというか、うん、はい、なんかエクボがいるとすごく安心しますね、まあマスコット的なね、はい、うん、存在でエクボも好きですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございました。はい、では次のメールです。ラジオネーム、ラジオネームじゃなかった放送部員ネーム、レゲン師匠のを組織にスカウトしたい整体師さんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。メインパーソナリティの伊藤節夫さん、ゲストの桜井貴博さん、はじめまして。ラジオ、はい、やめましょうやめましょう、それ挟んでくのやめましょう、挨拶でしょ、はい、いきますいきます、ラジオ放送アニメ2期放送おめでとうございます、モブサイプ楽しみにしてました、ありがとうございます。レゲン師匠は生体をもとに除霊されていますが、はいはい、桜井さんと伊藤さんは生体を受けられたことがありますか、よかったら教えてください、ということです。いや、まあ、当然ありますよ。え、あるんですか、え、ない、
ないです。あのマッサージ屋さんとか。あ、マッサージはあるんです、うん、でさっきちょっと聞いたらマッサージと整体は違うんじゃないかっていう。あ、まあ、厳密に言うとね、はい、整体はちょっと治療に近いものだけど、ね、そうですよね。マッサージっていうのはちょっとこうなんだほぐすとか、はい、うん、そういう筋肉をほぐすとかですかね、うん、お医者さん的なこととはちょっと違うから、はい、あ、周り俺本当ですか、あるある行ったことある。え、結構行かれますか。もうダメだと思った時にんていうんですかね、こうあれって行ったら何が良くなるんですか。なんか姿勢が良くなるとかは聞くじゃないですか。体が楽になるとか。なるほどね。なるほどね。あのね、年を取っていくとですね、はい、あの生きているだけで辛くなっていくんです。はい、それはなぜかというと、はい、いろいろなところが痛んだり、はい、きしんだり、はい、体が悲鳴を上げ始めるんですよ。はい、それお仕事の中で生まれるいろいろなえっとせたらお土産ですよね。はい、ね、そのお土産がどんどん増えていくんですよ。はい、そうすることによってそのお荷物を少しでも軽くしたいな、うん、整体に行こうみたいな。なるほど。要は痛くなっちゃってるから、その痛い部分、痛いものを取り除くとか。うん、なんか肩が張ってるんだったらその張りを取り除きたいとか、凝ってるんだったら凝りをほぐしたいとか、はい、うん、そういう理由があっていくんだけど、はい、どうやらないんだね君にはまだそれが。いや、ありますよもういい年ですよ僕だって。あれいくつだっけ。もう27です。あアラサーです。アラサー。あー、まあそうだね、はい。で最近ですね、その思ったより言ってんな。言ってます言ってますよもっと若いイメージだった。いや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 、あの今ちょっとこうこの作品でもそうですけど、うん、舞台をやらせてもらってから、ねね、体を動かすじゃないですか、うん、もうガタが、あら、ガタが体がボロボロに、まあ、あ、違う緊張もあるだろうしね。あと普段から運動とか動いてらっしゃる方々の中で僕は動いてない、うんうんうん、超インドアな人間なので、うんうん、もうなんか突然動かすとこう体が悲鳴を上げるんですよねやっぱり。あ、でそういう時行きたくならない。なります。マッサージとかなります、うんうんうん、なんで今すごく興味はあるんです。はあ、でも怖いんです。初めてこのことに知らない人に、そうです、触られ る, られるみたいななっちゃうと怖いんで、はあ、いっぱいあるからいろんなものが、その整体みたいなものもあればスポーツ整体っ てちょっとバキバキってやるようなやつもあれば、あ、針もあるし、あとそのオイル的なやつとか、あ、ヌルヌルされちゃうやつとか。あ、でもその僕がこのモブサイコで台北に行った時に実は空いた時間でマッサージを受けさせてもらったんですよ。いっぱいあるもんね、足、はい、そうなんです。裏足とか、なんか結構全身やってもらったんですけど、うんうんうん、人に体を触られるだけでもうこそばよくて、うん、耐えきれなくてずっともう笑っちゃってこう体を震わせちゃうんですよね、うん、もう変な日本人って思われてる。いや、そうかもしれないですけどもマジマジしやがってみたいな、はい、それが唯一です。一回だけです僕行ったことあるの。あ、一回が台北なんだ、はい、すごいね。日本では一回も受けてないです。もう逆に行かない方が面白いかもよ。なるほど。唯一受けたマッサージ台北ですって言ったもう全て海外で済ませるみたいなマッサージするために台北に行くみたいないや、でも本当にそれだけなんで興味はあるけどこう一歩を踏み出せないでいい。まだね、でもそこまでじゃないんだよ多分。なるほど、うん、もうわけわかんなくなってくるから本当に行かなきゃやばいみたいな。だからそのあの なんて言うんだろうな、主治医じゃないけど、はい、そういう風にお願いしてる人もいるぐらいだから、あ、なんか専属というか目も我々の仕事は目、はい、ね、目も疲れるし、あと直立不動のまま叫んだりとかしなきゃいけない、はい、体の整理に合わないことやらなきゃいけないから、それでやっぱちょっとこうダメージが蓄積したりするんですよ、疲れとかが、うん、そういうものがある時にこうバーンってなって、はい、なったりすることがあるから、はい、そうならないように、まあ、運動したりするのがいいんだけど、あのなかなか我々日中、そうですね、うん、動けないから運動する時間というか暇というかその場所がないみたいなのもありますし、まあせめてちょっとほぐして体をいたってあげようかみたいなので、マッサージとか整体とか行く人がいるっていう。なるほど、うん、じゃあ体が 100% で爆発する前に、そう、解決するための整体。まだモブで言ってもまだ 20% ぐらいなんじゃない。全然そうなのかもしれないです。そうだよ、ね、もしかしたらだよ、ね、俺今 160% ぐらい。たまってますたまってます。もうそれはアウトです。爆発してます。いやいや、もう一回爆発できるんだよ。はてなパーセント大人になると。はてなはてなはてなパーセント100で爆発した後にその向こう側があるってことに気づくんだよね。あ、まだいけるなって。限界の向こう、うん、そう、突破するんだよね。突破しちゃうんですよ、はい、なるほど。じゃあ僕も 100% になったら行こうか。行きます。その時行こうか、はい、その時はまたもう師匠に、師匠というか整体に除霊していただきます、うん、除霊していただこう。はいはい、はいたくさんのメールありがとうございました。ではですね、番組では、引き続き皆さんからメールを募集していますので、番組ページのメールフォームからどしどしお送りください。
モブサイコ100使用中放送部。細かすぎて伝わらないモブサイコ100クイズ。このコーナーは背景やモブキャラの動きなど細かすぎて気づいていないアニメのシーンをクイズとして出題し、問題に答えながらアニメモブサイコ100の魅力を再発見しちゃおうというコーナーです。うんうん、はい、という、 こうクイズコーナーが、ほうほうほう、はい、今回ありまして、はい、こちらですね、皆さんから問題を募集して、リスナーの皆さんからも募集してるんですけれども、うんうん、初回だからスタッフの皆さんがこう問題を作ってくれてたんです、はあ、がしかし、はい、初回にもかかわらず、はい、たくさんのメールをいただいてまして、これはすごいよね。いや、もう非常に嬉しいことです。なので、あいつらほんとすげえんだよ、ね、あいつら、はい、お知り合いでしたか。作品のファンって言ってたちゃん、本当に素晴らしい。なので今回ですね、リスナーの皆さんからいただいた問題をですね、うん、我々でクイズを解いていこうと思いますので、どん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 、はい、ではやっていきましょう、うん、第一問こちら、はい、使用中放送部員ネーム、うん、白米さんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、桜井貴弘さん、こんにちは。この度はアニメ2期決定おめでとうございます。突然ですがクイズです。原作3話で脳幹電波部は竹中くんを退部することによって廃部に追い込まれます。脳幹電波部以外にもブラックリストに入っていた部活を一つお答えください。私的にあのシーンは大好きです。来ています。もうめちゃくちゃマジじゃないか。ガチンコ。ガチ問題。ガチ問題。ガチガチ問題です。ただ僕ここですね、舞台でやってるんですよ。ああ、出た。で、舞台の背景に実は文字が出てて、はあ、答え知ってるってことか、ね、合ってるのかなって今ちょっとし、でも不安です。原作とそれが完璧にマッチしてるか分かんないんで。でも一個答えあるんだ。あります。脳幹電波部以外で、ね、以外ですブラックリストに入っていた部活、どうですか、なんだろう、肉解部ってこと。肉解部は別に入ってないか、その後できる部活です。あ、そうか、なんであそこには入ってないんじゃないですかね。なんだろう、ですか、そろそろいけそうですか。でこういう変わった名前のとこ、はい、こう脳幹電波部みたいなやつ、僕が一個出てるのは、うん、なんか言葉としては変じゃないんですけど、うん、部活としては変です。部活じゃないだろうみたいなものでした。僕が今出てるのは合ってるか分かんないですけど、部活じゃないだろう、はい、合ってんのかな。でもすごい不安になってきました今。なんだろう、もう帰宅部とかしか思い浮かばない、はい、では回答、うん、よろしいですか。教えて教えて。あ、僕からですか、うん、あ、じゃあ僕から、ナンパ部っていうのが、そんなのあんの、舞台の時にあった気がしたんですよ。はい、どうですか桜井さんの答えは。え、なんだろう、ちくわ部じゃあ。ちくわ部、ちくわ部、はい、ありそうですね、はい、うん、では、正解はこちら、スネゲ全ゾリ部、全ゾリ部、漫画読むだけ部、口喧嘩部、ナンパ部、つぼみファンクラブ。部じゃねえじゃん。まあ、クラブだから部なの。クラブだから部かもしれない。結構あんねん。ナンパ部。ありました。あったね。ああ。でもさ、当たった。その並びだとさ、はい、割と普通だよ。あれ？スネゲ全ゾリ部に比べれば。いや、そうです。本当ですよね。うん。確かに。そうか、漫画部だと漫画書くとか思われちゃうけど、漫画読むだけ部なんだ。読み線ってやつですね。そういうんですね。書き線じゃないですね。書き線で読み線なんだ。読み線部でした。はあ。すごい、 こんな、だってコマにしてこれですからね。 まあ、それはブラックリスト入るよ。すごい、つぼみファンクラブも入ってんだね。なんかやっちゃったんでしょうね。立ち悪いんだろうね。はい。では第2問目いってみましょう、はい、細部員ネームテンパテルさんからいただきました、ありがとうございます。モブくんがテルに消されたエクボを探してるシーンの電柱の広告は、これです。あー、電柱の広告にモザイクが、あー、モザイクがかかってますね。わかるわけないやろが。バロー、わからないですよね。なんだこれ。パッと今見た時にサイコヘルメット鏡かと思ったんですよ。でもこれ絶対違いますよね、このモザイク。ちょっとでも質問にした、問題にしたくなっちゃうような感じなんだよね。なんだろう、モブサイコ何巻発売中。
なるほど、原作漫画のちょっとそういう宣伝的な、うん、自分でやっちゃうみたいな、なんか猫探してますとか。あー、なるほど。あ、なんか猫の似顔絵がこうリアルな猫の写真じゃなくて、うん、こうふにゃふにゃな猫みたいな、ゆるい絵、ゆるい絵の描いてる。なるほどね、そういうね、お尋ね、お尋ね、はい、探してます系系のやつね。でいいですか、はい、じゃあ答えを見ていきましょう、うん、正解は育毛。しかも育毛って漢字で書いてるだけなんですって、これ。ほんまや、すごいね。そんな広告ありますか。でもね、はい、田舎とかに行くと結構ある。ありますか。あるあるある、ありますか、本当に。こういうものの方がね、忘れられないんだよね、はい、確かに。すごいインパクトは残りますよね。インパクトはすっげえある。よく気づきましたね、この方。テンパってるさ。はあ、こういうのがいっぱいあるもんね、モブ。モブザイクは特にあると思います、ね、ありがとうございます。面白い。はい、これ、はい、問題作りがあるね、探しがいがあるね。本当ですよね、うん、こう皆さんからなんか僕らが知らないところをいっぱい発見していただけるっていうのは嬉しいですよ ね。それこそね、重箱の隅つつくような問題を送ってくれた方がもしかしたら面白いかもしれないね。はい、もうぜひぜひこちらもいっぱい募集しておりますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、以上、細かすぎて伝わらないモブサイコクイズでした。モブサイコ100、使用中放送部。これって超常現象ですか？このコーナーではリスナーさんから送られてきた超常現象だと思ったことを紹介し、超常現象かそうじゃないかをゲストさんに判断していただくコーナーです。でも今やっぱしょっぱいだって、初回感がやっぱりね、はい、今感じられた。本当ですか。あのこういうラジオとか結構やってる人はね、これって超常現象ですかみたいなことをね、なるほど、やりがち。勉強になります。いや、いいんです、今のでいいと思います。今のでいいと思います。いや、すいません、もう一回いいですか。いや、もう今さっきのがいいと思う。俺はいいですか、逆に、ね、あ、シンプルザベストで。よかったです。ではではこちらもですね、初回ながらたくさんメールをいただいてますので、はい、来るね、はい、リスナーの皆さんからご紹介していただき、していこうと思います、はい。放送部員ネーム小野さんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、桜井さん、こんばんは。さっきの挨拶言えよ。こんばん、伊藤さん、桜井さん、モブサイアップ、モブサイアップ。天候の不安定な日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。はい、私はもっぱら来年1月に来たるアニメモブサイコ100第2期に思いを馳せる日々です。あ、動揺が。伊藤さんや桜井さんの演じるモブや霊言をまた見ることができると思うと、ときめきで夜も眠れません、うん。話は変わりますが、はいはい、最近身の回りで随分と変わったことが起きるようになりました。なんだ？ここ数日、夢で見たことが現実になるのです。つい先日の話ですと、お菓子の国で家より大きいドーナツにかじりつく夢を見た日のおやつがドーナツでした。他にも、忘れ物の夢を見た日にはだいぶ山めな忘れ物をし、恋愛ドラマのような夢を見た日にクラスでの文化祭の出し物が恋動画に決まりました、うん。これって超常現象なのでしょうか、うん。伊藤さん、桜井さん、教えてください。違います。早いですね。早いです。え、いや、そうですよね。違うからです。違うから。いや、まっとう、まっとうなこう回答なんですけど、うん、え、そういうことじゃないの。そうです、合ってます。じゃあ次行きましょうじゃないの。早いです。もうちょっと内容触れないんですか。いいよ、じゃあ気になったところ触れてあげなよ。そうですね、忘れ物ってヤバめってどんな忘れ物したんですかね。ちょっとここだけ気になるんです。そこだけ気になるね。ここだけ。確かにね。他はちょっとこうなんていうんですかね、繋がったんですけど、まあ紐付けちゃえるもんね、はい、うん。例えばね、はい、そのお菓子の、はい、なんだっけ、お菓子の国、お菓子の国で家より大きいドーナツ、うん、食べたっていう夢を見たその日にお菓子の国に行って大きいドーナツを食べたなら、はい、うわと思うけど、ね、ドーナツを食べるチャンスは一日に結構何回もあるんですよ。なるほど、うん、確かにね、え、お近くのコンビニで、はい、そうですね、今コンビニで売ってますから。いっぱい売ってますからね。こういうのとかはね、違いますか。ちょっとちょっとね、ちょっと違う、うん、ドリーミーすぎるな。他はどうですか、その忘れ物と、あと恋愛ドラマの後に恋動画、これ恋動画ってなんですかね。もうおじさんなのこれ、ちょっとわからんね、恋動画。もうちょっと恋動画なんですかね、踊るんですかね、恋、あれです、これラジオ、これ大丈夫、これラジオです、はい、動画ですかね。まあでもこれは超常現象では、じゃあこれいいですよ、どっちの話ですか。私は違うと思いますけど、伊藤節夫、せっちゃん的に、
いやないです。塩そういう現象ではない。太陽塩だね。では次のメール行ってみましょう。はい。放送部員、ネーム、不器用さんからいただきました。伊藤さん、桜井さん、こんにちは。モブサイアップ。モブサイアップ。遅ればせながら、うん、モブサイコ2期おめでとうございま す。さて本題ですが、うん、これは私だけでなく皆さんもご経験あるかもしれません。ほう。それは何もしていないのにイヤホンが絡まるです。絶対に絡まないだろうという形で置いても絡まる。綺麗に畳んでポケットに入れてもぐちゃぐちゃに絡まる。これはもう超常現象じゃないですか。これはもういっぱいありますね。これ超常現象です。間違いないですね。間違いないですね。これはわかる。いやー、何なんですかねあれ。もう絶対に絡まないようにしてるんだよ俺。あ、本当ですか。もう絶対に絡まないように束ねてるのに、うん、ほどくとあれなんでこんなところに結び目があるんですか。なんかこう一見絡んでないように見えてもこう右と左のイヤホンが玉結びみたくなって、なんかね、その仲いいのみたいになってるじゃん。こんな器用なこと起こる。イチャイチャしやがって右と左でみたいな、なんか超常現象です。超常現象です。間違いないわ。これは間違いない。あ、これ超常現象だったんだ。ですね。納得できますよね、うん、納得しちゃった、うん、はい。これ意外と納得してもすぐすんなりいっちゃいますよ。じゃあ、3つ目、集中放送部員ネーム、はい、カッパさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、しばしばモブサイアップ。しばしばお尻がムズムズして困っています。これは悪霊の仕業でしょうか。しりこ玉取られますか。シリコ玉わかる？わかんないです。カッパが取るっていう。え、あ、だからカッパさんなんですか。カッパ、うん、カッパがケツバーンってやって、はい、シリコ玉ヒューン抜くと、はい、人間がファーンってなるんですよ。バーンってやってヒューンってやってヒューンってなるんですか。ってだいたいわかりました。ね、魂ではなかろうかと、はい、シリコ玉というものは、うん、命を奪われちゃうみたいな。だから結構カッパって怖い、みたいな、なんかそういう存在、そういう描かれ方してるんですけど、シリコ玉ですよ。シリコ玉、シリコ玉。下ネタじゃないよ。違います、はい、で本題はお尻がムズムズしているのが悪霊の仕業かどうかですね。あ、どうでしょうね。どう思いますか。どうでしょう。ムズムズ。でも本編中も肩が重いのは悪霊の仕業ですって言って、うん、マッサージしたりしてたんですよ、うんうん、いやでもありません、なんかそういうの。お尻ムズムズ。お尻ムズムズかどうかわかんないですけど、肩こりこり、肩こりこり、うーん、どうかな。お尻ムズムズか。お尻ムズムズはな、いい場合もあるからな。そうなんですか。え、そうやね。いい場合、いい場合。あれ、全然わからない。お尻に。いい場合と悪い場合があるから。はい、は。うん。だから一概にこう超常現象みたいな感じでしまうのよくないかもしれない。なるほど。ああ。これはじゃあ、超常現象かもしれないけど、もう1回目からそのグレーのやつを作ろうとして、いやちょっとどっちもありえるんじゃないかみたいな。ペンディングだこれ。ああ、もうこれはあれじゃないですか。それこそ師匠がこう面と向かって会って、あ、これは悪霊ですねって判断していただくような案件じゃないですか。霊言的に言うんだったら超常現象です、はい、霊言的に言ったらもうそれ超常現象なんで霊とか相談所に来てください。来てください。なるほど、ね、おすすめは A コースです。その方がお客さんが増えるから。はい、このなるほど、超常現象にしましょう。あ、じゃあこちらは、超常現象ということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでこのコーナーでは皆さんからの超常現象っぽいことをまだまだ募集しております。思ったことが目の前で実現したとか、スプーンが曲げられるようになったなど、うん、皆さんが超常現象かもと思ったことを送ってください。ありがとうございます。続いてはこちらのコーナーです。新技新悪霊採用会議。こちらのコーナーではリスナーの皆さんからモブサイコ100のキャラクターに合いそうな新技といたら面白そうな悪霊のアイデアを募集します、うん、皆さんからいただいた新技新悪霊のアイデアは、番組内で紹介し、うん、僕やゲストさんに評判が良かったものはなんと原作者のワン先生に提案させていただきます、最終的にワン先生が採用してくださればどこかでその悪霊や新技が登場するかもしれませんという。急に責任重大なコーナーができた。そうなんですよ。すごく今まで適当に喋ってればいいんだけど。いやそうなんです。このコーナーはなんとここからのこうどうなっていくかっていうその先があるコーナーなんですよ、うん、ね、はい、なのでこちらはその新技や新悪霊のオーディションというコーナーになっています。みんなここだけ多分力の入れが違うよ。力の入れが、はい、多分お便りの数もバンって跳ね上がるんじゃないですか。
ね、来月からワン先生のタッチで書いてほしいもんね。お、そうです、これイラストも受け付けてるんでってことでしょ、はい、なんならこうお客さんのイラストで見てワン先生がそれをこう書いてくれるかもしれない。せっちゃん絵うまいんだから、せっちゃんも、ね、え出しますか、ね、絵うまいもんね、放送部員ネーム作って作って、はい、うん、やらせみたいな、やらせみたいなこと、もう伊藤節夫じゃなくてグランプリ取って、あ実は僕出たんですけど、こうメールを見た瞬間に、あ、これいいですね、これちょっと今回読みましょうみたいな感じで、いやそんなことしないです、天才だって、いや しないです。なんで今回もリスナーの皆さんからいただいてるので、来てるんだ、こちらは、はい、紹介していきたいと思います。放送部員ネーム、うん、なっちゃんさんからいただきました、悪霊犬もどき、うん、犬もどき、可愛い犬だと思って近づいてきた人間に走り寄って一緒に遊び、うん、突然マッチョな犬耳の生えたおっさんの過去真の姿になり襲いかかる、うん、被害者は一緒に楽しく遊んでいた犬が実はおっさんだった事実に心の傷を負う。おー、なんてピュアな、おっと突然なんか本当になんか、うん、なんかぐさっときますね、これ本当にあったら。その名も犬もどき、犬もどき、もどきですね、もどきカタカナです、はい、犬漢字もどきカタカナ、もどき、そうですそうです。あ、でもこれ絵で見たいですね、そのね、はい、モブサイコの世界観にはありそう、ありそうです、おじさんなんだもんね、はい、なんか顎が割れてそうです、おじさんのケツ顎みたいなってこと多くないですか、モブサイコの、確かに多い多い、はい、な、あの犬がそのまま怖い犬になるんじゃなくて、はい、おっさんになるんだもんね、犬耳の生えたおっさんになるんだもんね、はい、あ、確かにキモいな除霊しないと、除霊しなきゃいけないですね、はい、だってこれ一緒に遊んでたってことはマッチョな犬耳のおっさんがゼロ距離にいるってことですよね。そう、ゼロ距離にいます、ゼロ距離にいる、ゼロ距離にいますよ、これは結構辛いやつです、ね、もうその人間をちょっと落とし入れ、落としめようっていうちょっと気持ちも見えるよね、そこに。今お前は可愛いと思ってるけど実は、ね、なるほど、みたいな。じゃあ結構悪意がこもってる、悪霊だね、これ、悪霊ですよ、悪霊だ、これ、これは除霊です、ね、除霊だね、はい、ソルトスプラッシュ、ソルトスプラッシュですか、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次のメールです。放送便ネームマグロさんからいただきました、はい、新技、うん、水素水ミスト水素水をミスト状で噴射、噴読めない、噴霧することにより悪霊の力を弱めたり呪いを軽減できる、うん、普段から飲んでもよし、毎日摂取することで呪われにくい強い体にもなる、あと水素水の音は悪霊の弱点、悪霊の弱点、あー、そうなんだ、水素水の音、水素水の音は悪霊の弱点らしいって書いてます。あ、そうなんだ。なんだろう、あれかな、プラズマクラスターみたいなこと、プラズマクラスターそういうこと、わかんない、水素水ミストってさ、霧吹きしてるだけでしょ、水素水は、はい、まあ霊源っぽいよね、まあ、そうですね、すごく本当にありそうですけど、ね、ソルトスプラッシュのなんか派生系発展系みたいなね、多分どっかで聞いたんだろうね、水素水 がいいよってことですよね聞いたんだろうね、なるほどなみたいな感じで、水ミストみたいな、なんかいいですね、割といけるね、いいですね、口の感じは楽しいです、あちょっと飛ぶ感じが、うん、いいですね、跳ねられるところはなんか、うん、バリエ的には増やしたいぐらいですね、なるほど、これは悪霊からの技が来るっていいですね、すごいね、じゃあさっき その犬もどきを、犬もどき、水素水ミストって、うん、水素水ミスト、いただきました、 ありがとうございます、劇画調のね絵でね、バサーってナレーションが入る感じです、決めの絵で霊言の必殺技であるでは次のメールいきます、放送部員ネーム21世紀の超新星さんからいただきました、あれ師匠の話だ、悪霊いないいないバー、悪霊を見て泣いてる赤ん坊をあやす霊言の必殺技である、ああなるほど、あなるほどね、あ悪霊いないいない、悪霊がいないいないバーじゃなくて悪霊いないいないバーっていう技ですね、なるほどね、いないいないバーって悪霊ではなくてってことね、はい、悪霊いないいないっていうことだよね、はい、うーん、水素水ミストの方がいいなダメですか、水素水ミストの方 のが、うん、なんかこのリアルがちょっと絡んできてるじゃん、水素水ミストってなんか流行りとかトレンドも入ってきてるじゃん、水素水今の流れですね、そう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 、はい、本当にやりそうですもんね、うん、で水素水のことをさ俺よく分かってないから、はい、例に聞くって言われたら、あ聞くんだって思っちゃう感じも僕も分からないんで、ね、聞くんでしょうか、ね、なんかね、だったらそれだったら悪霊いないいないバーっていう悪霊の方がもしかしたら、あそれを水素水ミストで、うん、やるっていう方がもしかしたらいいかもしれない、なるほど、うん、じゃあこれは悪霊ですね、
うん、それは悪霊に転換していきましょう。悪霊枠の方が良かったかもしれないね。はい、では続いてのメールです。細部員ネーム夏みかんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。新悪霊小銭飛ばし自販機の下に小銭を落としてしまい、手を入れて取ろうとしたら自販機が倒れて死んだ悪霊の自爆霊、うん、なるほど、小銭を奪って自販機を倒そうとしてくるだそうです。自販機が倒れて死んだ、小銭を取ろうとしてあの下にかがんでたら、うん、その自販機が倒れてきちゃった、下敷きになって死んじゃった。そりゃ悪霊になるよね。なりますね。そりゃ恨みますよ、世の中を。でその拾い集めていたものを飛ばしてくるわけだからね。そうです、求めてたものを手放す。業業を感じる切ない。これちょっと好きかもね。いいですね、うん、これ書いてほしいですね。これちょっとやってほしいね。これコミカルに綿貫くんあたりにちょっと 金役でやってもらいたい。彼芸達者だからね、はい、素晴らしいです、素晴らしい役者なんですが、うん、なんかね、はい、やってもらえたら面白いかもしれないな。これはでもどうなんでしょう。なんかね、この辺の、はい、その死んじゃってるとかちょっと悲しい事実はあるんだけども、はい、小銭とかっていう こういうところにモブ感がある、はい、うん、大金じゃない、小銭、小銭なんですよ、うん、そういうとこいい。死んだ理由も小銭ですから、ね、小銭だからね、うん、そのなんかちょっとした耳っちさがなんかモブの世界観にすごくマッチしてる、すごくマッチしてますよね、ような気がする。いや、これ本当に出てきてほしいですね。いいね、いいね、あ、とてもいいと思います、はい、ありがとうございました。こんな感じでこのコーナーでは皆さんからの新技新悪霊のアイデアをお待ちしております。もしかしたら皆さんのアイデアがワン先生に採用されるかもしれません、うん、以上新技新悪霊採用会議でした。モブサイコ100使用中放送部。目指せ肉体改造。このコーナーはモブ役の伊藤節夫がいろいろなことに挑戦して肉体改造を目指すコーナーです。ムキムキになっちゃうの。そうです、はい、そうです、そうです。アニメではですね、モブくんが肉体改造部に入ってますけれども、うん、こちらをですね、まあ、僕がこう実践していこうというコーナーになっています。はい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 。まあその通りに筋肉をムッキムキに、ムッキムキにしてやろうと。してやれるんですかね。あんまり僕筋トレしないんですよ。でも脱ぐとすごいんですみたいな、実は。実はいや、そんな細マッチョ系とかではなく。どうでしょう、どうでしょう、ね、誰に聞いても分かんないですよねこれ。中肉中背かな。うん、いやでもそれなりに。それなりに、はい、人生半分以上は運動してきたので。何やってたんだっけ。水泳、機械体操、空手スキー、テニス、軟式テニス、硬式テニス、うん、ダンス。やりすぎじゃね。え、一番長く続いたの。機械体操が多分8年ぐらい。おすごいね。やってました。あ、機械体操、ああいう筋肉は持っているんだ、はい、素質的にもあるんだ。多分元はあるんですけど、うん、やっぱこう一人暮らししてから何も運動してなくなったんで、徐々に衰えが。ちょっと機械体操してくるだけにはないですからね、なかなか。なんでそこをこのコーナーで引き締め直そうと。目覚め、改めて眠っているポテンシャルを、はい、おそらくこの番組がですね全部終わった頃にはもう武蔵部長バリの筋肉に。マジであんな眉毛になっちゃうの。眉毛じゃない、筋肉を改造するんです。はい、でこちらですね、はい、ゲストの方にはチャレンジに協力してもらったり、うん、応援をしてもらう形になってまして。ああ、応援ならいくらでもやるよ、はい、でチャレンジに成功するとちょっとしたご褒美、はい、もう台本にカッコお菓子って書いてるんですけどがもらえます。なんだろう、油菓子かな。今回はですね、ペットボトルダンベルで、はい、腕を鍛えてもらいます。はいはいはい。水の入ったペットボトルを上げ下げするだけの簡単なトレーニングです。シンプルですね。これを2分間行うのですが、2分、はい、その間に桜井さんから出される質問に10個以上答えなくてはなりません、うん、なるほど。筋トレしながらなんと質問に答える、答えていくとというコーナーになっています。というわけで出てきました、ペットボトル。あ、なるほど。思ったよりちっちゃかった。もっと大きいの、まあ、初回ですから。皆さんおそらく2リットルとかを想像したんでしょうね、はい、あの500です。両手で1リットル。500が1本です、うん、1リットルでございます。これをまあ、ジャブですよ、まだこうやって、はいはいはい、
ポコポコ鳴ってるんですかねこれ、うん、あでもあやってるんだなっていう、はい、これを上下上げ下げしながら、はいはいはい、こうですかこうですか、あどやっててどっちの方がしんどい、そっちこっちですかね、上に上げる方ですかね、ちょっとしんどみがある方がいい、肩から上に上げる形で、うんうん、はい、では今回チャレンジしていきます、はい、いいね肩が上がるっていいねそれがですね痛くなってくるんだこれ、いや僕も最近回したらちょっと肩痛いです、なんだお舞台疲れかその前から多分ちょっとずつ最近舞台俳優の嫌いがあるよね、そんなことないですよそんなことないですよ、では、はい、チャレンジしていきますが、はい、よろしいですか、はい、私の手元にはい、問題が質問が質問状も届きましたので、はい、じゃあ早速始めたいと思います、はい、じゃあいきますよ、よーいスタート、ほっほっ、じゃあせっちゃん誕生日はいつですか、3月18日です、3月18日、はい、平成3年です、あ平成3年、はい、あそうなんだ、あ春、春生まれ、春です春、ね、おっと一問がこんなに長いとは、血液型は何ですか、 AB 型です、あ AB だっけ、 AB なんですね、ちょっとこう 芸術家肌とか役者さん声優さん多いんだよね、天才かバカかって言われます、どっちだと思う、バカです、正解です、出身地はどこですか、北海道です、あら北海道、はい、いいね、スキー、北海道スキー、そうですよ、スキーもできますよ、スキーだけに、さっき部活でもう聞かねえぞもうこれただやらせるぞ2分、すいません、嫌です嫌ですだからさっきスキーがあのそうです、はい、あなるほどね、これ結構きますよ、やばい、うん、そうだ2分って結構長いんだよね、結構長いです、うん、やばい、ちなみにちょっと質問変えますけど、はい、昨日の夕飯は何ですか、え昨日の夕飯、昨日の夕飯、なんか夜何食べた、鶏肉を、うん、なんか味噌炒めみたいななんかえ感じです、どうしたのなんかえざっくりだね、作ったの、鶏、そうですね、自分で作ったの、はい、あそうなんだ、フライパンでポイってポイって焼いてポイって食べ出す、鶏味噌みたいな、別に料理名があるわけない、火通しはね、火通しは大丈夫、味が濃ければ美味しいんです、美味しいよね、ちなみに朝ごはんはパン派かご飯か、どご飯ですかね、毎度ご飯の方が好きですか、はい、パンよりは、頑張れまだまだあるよじゃあ得意科目とか聞いちゃうかな、得意科目、科目数学です、あ算数、理数系、理数科にいました僕、あマジで学校、はい、ちょっとそれっぽいわね、はい、うん、全部そういう数学的に考えちゃう、お芝居とかもなんかこうやってこうやってこうやってみたいな、どうでしょう、なさそうだねあだ名は何ですか、あだ名はせっちゃんとか、あとせっちゃん、せつとか言われます、せつ、あ同級生の男子とかは特にせつって言います、ペットとか飼ったりするの、今は飼ってないですけど実家に犬が2匹います、名前は、ミックとコウスケです、ミックとコウスケとセッちゃんなんだ、セッちゃんああ終わった、ああこれやーべーっす、うん、やーべーっす、そのね500-500の2本ちょろいじゃんっていうところに惑わされたでしょ、はい、2分だよ問題は、2分でした、うん、重さじゃないです、そう、そしてそのしんどそうな、はい、あの肩から上っていうのを選んだあなたは、はいそういうことよ、はい、そしてこのチャレンジ2分間やることが成功じゃなくて、うん、問題に10問答えるが成功なんですよね、あそうでしたっけ、あはい、そうですね、1,2,3,4,5,6,7,8 あ8問です全部答えたのに8問でした、8問でしたか、はい、でもペットの名前も質問してそれ答えてくれてるから、はいはい、まあ、一応こう9問かなと思う、あ惜しかったですね、9問でした、はい、残念残念、ダメですか、心配なんですかこれ、心配なんですねダメですよ、あシビアに行きますよ、はい、なるほど、お菓子はあげられません、あげられませんか、あげません、はい、わかりました、だから、はい、今日分かったことは、はい、まあそこそこ地味にしんどいものが、はい、多分おそらくチョイスされるだろうと、はい、かつせっちゃんはそれをこなしながら相手にどんどん質問させる風に仕向けなければならない、そうですよね、ということが分かりました、これあの頭脳労働もどうやら必要なようです、素直に答えちゃダメなんですね、ダメだと勉強になりましたなるほど、ぐいぐい引き出さない、これがバラエティーかご協力ありがとうございました、このコーナーではこんな感じで僕が筋トレをしながらいろいろなことをチャレンジします、以上目指せ肉体改造でした、この世界の片隅で今を生きる僕らは涙を超えて光の誘う、お送りしてきましたモブサイコ100使用中放送部、そろそろエンディングのお時間です、どうでしたか、もうなんか
何やってたか覚えてないですあのペットボトルあげてたことしか覚えてないです。それで全部はい、記憶が吹っ飛んでます。更新されちゃったんだ、はい、もうなんかな何やってたんだろう、本当になんかあたふたしておりました。でもなんかコーナーね結構いろいろバラエティーに飛んでるし、はいうでねうん、楽しいコーナーもあれば体を使うコーナーもありまして皆さんからこういろいろ募集するコーナーもいっぱいあったので、なんかいっぱい来そうだね。はい、特にやっぱ初回からこんなにいただいてたので、いやすごいよ。もうぜひ第2回にまたいっぱいいただけたら嬉しいですね、うんうん、あとどうやらまだ挨拶とか、はい、あ、はい、そうです、挨拶とラジオネーム的なこうネーミングいっぱい募集してます。まあでももう馴染んじゃったよね、はい、いやそれはやめましょう、それはダメです、それはダメです、もう本当にダメです、もう一生後悔しますこれ。秋代さんとかさ、はい、なんでモブサイアップなんだどういう意味なの、わかんないですよ、ちょっと言われてるのを見たい、あ聞きたい秋代さんがゲストに来た時にこれはですね、桜井って人が家って言ったんだそう言いますよ、本当にそう言いますよいやまあでもなんかねあるんだったら、はい、せちゃんが気に入るんだったら、はい、ぜひぜひ募集してますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします、うん、ここで、モブサイコ100からのお知らせがございます、はい、アニメモブサイコ102は2019年1月から放送開始予定です。また舞台モブサイコ100裏対裏が、明日9月23日日曜日まで、うん、新神戸オリエンタル劇場にて上演されます。こちら、チケットの方はちょっとわからないですけども、ね、僕もはい頑張りますのでぜひよろしくお願いいたします。そしてなんと本日最新情報が届いております、なんだ2期の放送直前、うん、12月19日に、うん、第1期シリーズのブルーレイボックスが発売になります。キャラクターデザインの亀田さんからの、書き下ろしイラストボックス仕様で、うん、初回特典も入っております、はい、これ初解禁情報なんですよ。初解禁情報です。もう1個あるんですよ、初解禁情報、はい、レイゲンが大活躍するオリジナルアニメモブサイコ100レイゲン知られざる奇跡の霊能力者の販売、限定販売だったブルーレイ DVD が通常版になって同じく12月19日に発売になります。これ欲しい。イベントでもともと先行販売されたものが通常版になって、はい、皆さんの手に入りますのでぜひともよろしくお願いします。お願いします。さらにさらにですね、パッケージもいいけどあの感動をもう一度ということでですね、テレビでもおさらいされたい方に朗報です、うん、東京 AMX さんにてモブサイコ100第1期の再放送が決定いたしました。すごいね、なんかモリモリ。初回は、2018年11月6日の火曜日25時5分から毎週火曜日の放送になりますので、ぜひこちらもご覧ください。もうマジでこのラジオから知ったって人も少なからずいるかもしれないから。いるかもしれないです、うん、何をきっかけに作品とか知るか分かんないから、分かんないですね、うん、はい、だからぜひ見てください。ちょうどいいタイミングでボックスも再放送もございますので、うん、はい、買って、はい買って、これはね手元に欲しくないやつだから。いやそうですよね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてこの番組は12月までは、うん、月1回放送、あ、そうなんだ、1月からアニメが放送されてからですね、これは月2回の定期放送になります。皆さんからの普通オタや各コーナー宛てのメールを大募集していますので、番組ページのメールフォームからどしどしお送りください、はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は伊藤節夫と桜井孝弘でした。バイバイ。バイバ Snow